アンナ・フォン・ヘッセン・ダルム・シュタットは、ドイツ・ヘッセン大公国の大公女で、メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ2世の2番目の、妻。全名は、マリアンナ・ビルヘルミネ・エリーザベト・マティルデ。ヘッセン大公・ルート・ビヒ2世の次男カールと、その妻で、プロイセン王子、ビルヘルムの娘であるエリーザベトの間の、第三子、長女として生まれた。1864年5月12日に、 ダルムシュタットにおいて20歳年上のフリードリヒ・フランツ2世と結婚した。フリードリヒ・フランツは1862年に最初の妻のアウグステと死別しており、アンナとは1863年夏に開催されたフランクフルトのドイツ王公の集いで知り合った。大公はアンナの新人深さや内気な性格を亡き妻、アウグステと重ね合わせ、彼女に求婚した。 アンナは結婚と同時に、夫の繊細の産んだ4人の子供たちのまま母となった。結婚の翌年、アンナは第1子を出産した際に、三熟熱に罹患し、わずか21歳でこの世を去った。意外は、シュベリーン聖堂に安置された。フリードリヒ・フランツ2世は1868年、シュバルツ・ルード家の高女、マリーを三度目の妻に迎えた。ありがとうございます。